到着しました。お食事亭っていうのかな。到着しました。マンボウでございます。のね、見ての通り、海に浮いてる。浮いてますね。はい。ちょっと天気が悪い。悪いっていうか、まあ、雨は降ってないですけど、ちょっと曇り空がっていう感じですね。まあ、とりあえずね、平日なんで、車的にはそこまでいないんだけど、まあ、どんぐらい待つかちょっとわかんないけどね。結構平日でも多いっていう風に書いてたんで、まあ、とりあえずちょっとね、行ってみようかなと思います。ここで、イカ食いたいです、イカ。はい。いやー、楽しみですね。めっちゃお腹空いてるんで、今。ということで、このね、マンボウでちょっとね、食べていきたいと思います。はい、入り口はこんな感じですね。ようこそいらっしゃいませということで、とりあえず、行ってみますか。あれが養父子橋かな。あ、書いてありましたもんね。後で撮ってみたいですねという感じで、はい、池作り来ました。まだほら色は動いてるすげえ。ということで、全部来たのでいただきましょう。ということで食べてきました。美味しかったね。天ぷらがマジうまいから、とりあえず人いるんで、車に戻ってお話ししましょう。はい、というわけでね、今ここの、マンボウに行ってまいりました。いやー、美味しかったです。普通に美味しかった。やっぱ、ブランドのイカっていうだけあって、普通に美味しかったですね。で、ここね、なんて言うんだろう。建物あるじゃないですか。もう建物あるじゃないですか。で、アコ入ってった先の左側ね、左側にすぐカウンターがあるんですよ。そうそう、まあ一応ちょっとだけ詳細なんだけど、こう入って左側にカウンターがあって、まあそこで何人ですかみたいな、一人って言うと、なんかこう、なんだろう、トランシーバーなんかでこう、ナンバーみたいな感じで、スーツ着てもビシッとしてるから、簡単に言うとなんかホテルのなんか人みたいな感じで、もうスーツでビシッとしたお兄さんが二人いて、で、まあ案内のね、お兄さんと会計の人がこういて、で、まあ、一人ですけどって言ったら、なんか紙に15番、写してないんだよね、これ。紙に15番っていうか、15番に行ったんですよ。15番で書かれて、で、階段を降りて、下にどうぞ、みたいな感じで。で、どっか映像を多分、パラッと流すと思うんですけど、海の中なんですよ。食べる、あれが。だからこれ、揺れてるからね、結構。途中でアジとかが回ってきたんで、こう動画をパッと、撮ったんだけど、で、イカ食べるじゃないですか。イカがね、もうプルプル動いてるしね、おーって感じ。おー生きてるぞーみたいな。池作りっていうだけで生きてるから。で、結構ね、なんだろう。あれ、見ると大きかったよ。普通に。普通の、まあ、なんだろう、300、400グラムぐらいあったんじゃない？多分ね。で、食べたと。上の、なんか、二重みたいになってて、上に乗っかってる、こう、刺身みたいになってるのだけ食べくださいと。で、残りの、なんか下に引いてるじゃないですけど、残りの分は、後で天ぷらにしますんで、って最初言ってたんですよ。で、ある程度食べてたら、店員さんが来て、下の部分を調理しますので、って。ちょっと、皿を移しますね、という感じで。で、それまだ生きてるから。食べ終わる頃まで生きてるんですよ。プルプルこう動いてて。で、そっから、こう、店員さんが取りに来た時に、何にしますかと。まあ、メインは多分天ぷらなんだけど、天ぷら、塩焼き、
刺身だけだったかな、なんかもう一個あった気がするけど、あ、煮付けか、4つどれにしますかみたいな感じで、まあ、天ぷらで刺身食べちゃったしね。この呼子のイカっていうのはあのすごいあのプリプリだね、プリプリで普通に美味しかったです。でその後の天ぷらね、だって今まで生きてたやつを天ぷらにするってなかなかないことだから、食べたらこれまたうまい、これがうまい、マジ半端じゃなく天ぷらうまかった。おすすめは天ぷらだよね。で他にもね、まあ、イカのそのコースだけじゃなくて、あとタイとブリとかもあったんですよ。あと三拍子コースみたいなのもあって、三拍子コースだけ高かったよね、4000円ちょっとじゃないかな。だけどイカとブリとタイのねコースを一気に食べれるっていうのがあって、そういうのもありかなみたいな。いやでも美味しかった。うん。で何にせ海の中、あの縦も揺れてますから、ちょっと酔いかけたんだよね。あの自分一応ね乗り物用意するんですよ、乗り物用意するんですよ。だから車とかでもそうだけど、下向いてると酔うんですよ。普通に前向いてるといいんだけど、下向きながら例えばゲームとかしたらもう速攻で酔うんで、あと船もそうなんですよ。船釣り的なのに行くと必ずもう水平より上向かないと酔う人間なんで、下向いてるとすぐ酔うんで、仕掛けとかもだってこう普通下向いて作るんだけど、船の時だけこうまっすぐ見て作るみたいな、その人はすぐ酔っちゃうんで。だからここもそうだけど、ご飯食べるの下向くじゃないですか、まっすぐ見て食べてるじゃないでしょ。だからちょっとこう酔いかけた。まあ滞在時間そんなに長くないんであれですけども、ちょっとそれが注意かなといったところでございます。ただまあ自分はいいとこだったなと、おすすめしておこうかな。だからイカのその池作りコースが2800円ぐらい、ちょっと高いんだよね。ちょっと高いけど大きさもそれなりにあったしね、その残りの分もいろんな調理してくれるし、でイカのシューマイとか、他にもあの普通のあの魚のね、池作りじゃないけど、なんかさあの水槽の中にもいろいろおったんですよ。メジナがいましたね、メジナが。メジナはいらねえなぁとか思いながら。はい。ということで、ちょっとね、たぶん、呼子橋がたぶんそこにあったんで、そっちにね、行ってみたいと思います。チラーン。はい。さっきのね、マンボウというお食事亭っていうのかなから、弁天歩道橋っていうのかな、これ。ここをね、ちょっと渡ってみようかなと思います。あそこ、何かしてるなと思ったら、普通になんか、なんか点検なのかなんかわかんないけど、ちょっと幅が狭くなってますよ、みたいな感じですね。はい。ということで、ちょっとね、行ってみようと思います。これ、眺めいいっすね、これ。これはいいですね。はい、ということでね、今風の見える丘っていうところにね行ってます。売店は閉まってますね。まあ、駐車場こっちにもあったんかい。壁島、ガイドマップということで、今この風の見える公園にいます。あ、公園とかもあるんだ。おー、とりあえず風の見えるってなんだろうね。風の見えってなんだろう。あの、寒いわ。ちょっと想像以上に寒いぞ。想像以上に寒い。この下ね、半袖なんですよね。お、めっちゃ綺麗。ほら、これめちゃめちゃ綺麗じゃない？さっき走ってきた橋だよね、これ。これいいっすね。ああ。これはいいわ。まあ、上もあるんか。上で写真撮ってる人いるんで、多分上の方が綺麗。おお、こっちもいいぞ、これ。風、今日風強いからな。おお、風車、風力発電の風車っぽいのあるけど、全然動いてないっすね。
ということで、今ここにいるのが風の見える丘公園ですね。壁島という、あ、やっぱさっきのあれだよね、呼子大橋で合ってんだあれ。わ、めっちゃ綺麗わ、めっちゃ綺麗ですね。はい、誰もいなくなったかな。いや、眺めがいいっすよこれ。風のあの島は何、島がね、なんか見えるんですよ、あそこに。これなんだろう、こっちも島だな。ということで、いや、これは、まあ、特にあそこだよね。めちゃめちゃなんか眺めがいいんだけど、あの下にもう一個橋みたいのあるから、あれ歩いて行けんのかな、もしかして。ね、いや、風強い、苦痛とか寒い、相当寒いわこれ。いや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 、これは綺麗ですね、やっぱ何回見てもいいわ、はい、ということで髪の毛が、いや、相当風強いと思いますよ。多分ここら辺でも風速 4-5メーターぐらいはザラですね。いや、すごいんですよ風が、風これとふっと押されるぐらい風吹いてるんで、はい、ということで、下っていきますかね。これ下のやつ疲れてるな、疲れてるっぽいな。こっちはなんか多分土日はやってるみたいな感じなのかな。